ロドルフォ・セラヤは、エルサルバドルのプロサッカー選手。ポジションは FW。2009年6月15日、メキシコのクラブレオンにレンタルで加入。12月3日、クラブレオンに完全移籍し3年契約を結んだ。2011年7月19日、ロシアの FC アラニアウラジカフカスに半年間期限付き移籍。2013年1月26日、 再び FC アラニアウラジカフカスに半年間期限付き移籍。2013年7月、レンタル期間満了に伴い、アリアンサ FC に復帰。2019年1月30日、MLS のロサンゼルス FC に移籍。2019年8月15日、US セルチャンピオンシップのラスベガスライツ FC に期限付き移籍。 2008年4月23日の中国代表戦でエルサルバドル代表デビュー。9月6日の2010フィーファワールドカップ北中米カリブ海予選ハイチ代表戦で初ゴールをマーク。この試合ハットトリックの活躍で5例の勝利に貢献した。2011コンカカーフゴールドカップでは4得点を挙げ大会ベストイレブンに選出された。 2013コンカカーフゴールドカップでもチームの全得点である4ゴールを決め、大会ベストイレブンに選出された。2013年9月、代表戦での八百町スキャンダルに関与したとして、1年間の国際試合出場禁止処分を受けたアリアンサー FC。ありがとうございます。